裏切られることは怖いですか？あっちゃんです。はい、今日はちょっとね、重い話をします。人に裏切られること怖いですか？人に騙されること怖いですか？あっちゃんは怖かったです。はい、実はね、子供の頃、いじめをされたり、いろんなことがあって、で、その中でも仲良くしてた友達がいて、その友達に裏切られたり騙されたり、いろんな経験をしてきました。で、人は裏切るものやってあっちゃんずっと思って生きてきた。だから心を開かずね、30ぐらいまで生きてきた。大人になってね、人っていうのは裏切るもんやから、腹なんて割るもんじゃないよって思って生きてきた。そしたら見えるもんも見えてこないしね、本当の人なんて見えてこない。その中で優しくされたら、この人は本当に裏切らへんのかなって信用できへん反面、騙されるんよね。やっていろんな人に騙されてきました。で、みきちゃんと出会って心を開かされて、本当に人のことを裏切らずにね、自分のことよりも相手のことだけを考えてやってくれる人に出会ったんね。みきちゃんはそういう人やった。なっちゃんもみきちゃんには裏切られへんと思って、すべてさらけ出して、みきちゃんもすべてさらけ出してくれた。それで、人っていうのは本当は裏切らへんもんなんやなって、裏切る人っていうのはいてるけど、裏切らへん人もいてるんやっていうことに気づいたね。で、裏切らへん人、それがほんまに心から信頼できる人。これがね、夫婦間であっても浮気したり隠し事したり、へそくりしたり、ね、黙って物を買ったり、いろんな、なんていうのかな、隠し事っていうのはあると思うねん。でも、ね、これ自慢やねんけども、みきちゃんとあっちゃんの間には一切なかったんね。だから本当に人のことを裏切らへん人、人を騙さへん人と出会った。それがあっちゃんの人生を変えてくれた経験であって、で、人っていうのは裏切るもんや、人っていうのは騙すもんやって思って付き合ってたら、本当に相手のことは見えへんねん。だから騙されんねん。みきちゃんはあっちゃんのことを全く騙さへん、警戒心なしであっちゃんのことを信用してくれた。だからってわけじゃないねんけども、あっちゃんもみきちゃんのことを全く無防備に信用することにした。で、その中で過去のこと、話したくないこと、いろんなことを全部話してくれて、あっちゃんも全部話して、その中でお互いを信頼信用し合って一緒になってんね。そうやって見ると、本当のみきちゃんが見えてくんねんね。だから愛の素晴らしさが見えてきたんね。今まであっちゃんもいろんな人と付き合ったり、いろんな人と、ね、話したりすることによって人っていうのは変わるんやな、人っていうのは裏切るんやなっていうのを実感してきたんね。もちろん裏切らずにあっちゃんにしてきてくれた人もいてんのよ。でもあっちゃんが怖くて逃げたっていうのもあった。でも怖くないんやって信用して、その人の胸にどっぷりもう、なんていうのかな、体重かけていいんやなって、そう思えたのがみきちゃんやったんね。だからお互いを支え合って、お互いを愛し合ってたっていうので、心が、あっちゃんの考え方が変わったん。で、その後いろんな人と付き合うことによって全く騙されなくなったかって言ったらそうではないね。やっぱりつけ込んでくる人、騙す人いっぱい出た。最初は優しく接してくれてても騙されたり、ひどいことされたりっていうのもあった。でもね、
これでもね、ミキちゃんと出会うまでの付き合うのと、ミキちゃんと出会ってから付き合った人っていうのはね、深く騙されるんよね、警戒してると。だからこの人、もしかしたら人、この人、人なんて信用できへんわと思って見てたら、意外と何かで、人間絶対どっかに心に弱いところがあんねん。弱いところをくすぐられたら落ちてしまうのよ。落ちたら盲目になるのよ。でも最初から人を信じて見てると、この人はあ、ここ違うって辻褄の合わないところが出てくんねん。あ、騙す人なんだな。でその場でさようならすればいい。だから信用せずに付き合ってダラ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 付き合って騙されるよりも、信用しきってからダメなとこを見た方が人っていうのは分かりやすいねんね。これ何かっていうとね、人間ね、この人いい人だって思ってると、実は何か嫌な面が見えてきたって言ったら、あ、なんか違うぞって分かるよね。逆にダメなんだこの人と思ったら、ちょっとしたことがいい人に見えてくんねん。これ DV の特徴やねんけど、優しいね、もうボロ雑巾のようなね、子猫ちゃん、捨て猫のような目をした人をね、拾ってきたら DV に変わったってよく聞くんよね。何かすっごくこの人はかわいそう、哀れとか、なんかいい人って思ってたのに、つけ込んできて、慣れてきたらつけ込んでいくんでね、いい面から見るとダメな面っていうのは、なかなか気づかへんねんね。アバタもエクボって言って、逆に悪い面から見てるといいとこが見えてくる。車もせえねん。これ完璧でいい車、自分が欲しい欲しいと思った車を買うと悪いとこが見えてて飽きちゃうんよね。逆にこの車買う前にね、試乗した時に乗りにくいなとか、ここ使いにくいなっていう車って、乗っていくごとに癖が、なんやろ、好きに変わってくんのよ、うん、だからあっちゃんは変な車乗んな、そこやねんけどもね、なんていうのかな、ダメな面から見ていくと、ええところがだん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 見つかってきたら、いいものを見えてくんねん。でもいい面ばっかり見てると、ダメな面見た時にすごく嫌な面が、後で嫌な面見た時に騙された感があんねんね。それと一緒で、人を疑ってかかってると疑ってかかってね、この人どうやろうどうやろうと思った怪しい人が急にいい面見えてくると、ほろっと落ちちゃうんよ。ほんなもう信用しきってしもて大きく騙されんねん。でも最初からこの人は騙さへん人やろうと思って全部信用しきって、開けっぴろげで見てしまうと、ん？なんか辻褄合わへんぞってなった時に被害少なく済むねんね。あっちゃんはだからミキちゃんと出会った後はもうみんなを信用することにした。でも信用することによってあっちゃんは全てをさらけ出す、いろんな話もする、自分のね、言わんでもいいことまで話する、その話がどっかでリークする、あ、この人やばい人なんだな。そのあっちゃんは変な話ね、人それぞれにみんなにパッて言ってるけども、人それぞれにやっぱりあーちゃんずるい人で、めちゃくちゃだから地雷仕込んだりするわけよ。この人にはこれ言うけど、この人は他の人に言ってないって話をいろんな人にしてしまうしね。その中で、あ、この話がリークするってことは、あの人バラしてるんやな、やっぱこの人ダメな人なんや、これを意識してするんじゃなく無意識にすんねんね。うん、だからそういうことで、あれって辻褄が合わになってきたりとか、それもね、一個二個じゃないねんね。いろんな何回か会って話してると、あれ、この話とこの話とこの話全てこの人にしかしてないぞっていうのがあるやん。じゃあ、あ、この人のこと全部バラしたんやとかね、とかなんかこうね、1回2回まではいるし、も3回4回とね、同じような手口で来る人とかいてる。大きくお金も騙されたし、いろんな騙されて時間も無駄にしたし、そんなこともあった過去に。こんなこと人に話せることじゃないし、誰にも話してないけどね、この話は。ミキちゃんには言ったけどもね、他の人には言える話じゃない、恥ずかしくかっこ悪いことやし、でもかなり騙されてきてるしね、嫌なことされてきたしね、うん、なこともあった。でも思い出したくもないけどね、でも話する上で思い出すのは仕方ないんだけど、まあ、そんな感じでね、人を
最初から疑ったり、この人はああやこうやって人の評判批判を聞いてから見るよりも、全く真っ白の目で自分の目で見る、いや心の目で見る。だからあっちゃんいつも言ってるのが、自分の歪んだ目で見てね、全て聞こえるわけでもない耳で聞いて、しかもそれを他人からのまた聞きで聞いたり見たりしたものを信じるんやったら、自分の心で見たものを信じた方がいいよって、全然出ないと見えるもんが見えてこないよ。だいたいそうやねん。だいたい他の人とかの意見聞いて騙されていく人が多い、うん、でもそれが悲しいなと思う、ね、まあだからそんな感じで、人っていうのはまず信用してなんぼかなってあっちゃんも、ね、ということであっちゃんはね、人を信用して心を開く人生を選んでますということでね、今日のあっちゃんのこの話良かったよと思ってくれたら、高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。